スベン三世は、デンマーク王、エーリック二世の諸子。王位をめぐってまた、重帝のクヌーズ5世と内乱を起こしたが、最終的に重帝のバルデマー一世に敗れて、王位を奪われた。1137年に、父が、地方貴族に殺害されると、王位はいとこのエーリック三世が継承。スベンはドイツへ逃れた。1146年に、エイリック三世が退位すると、 シェラン島の有力貴族に擁立されて即位したが、クヌーズ五世もユトランド半島で即位、内戦が発生した。内戦は、重帝のバルデマーと手を組んだ。スベン三世が優勢で、クヌーズ五世を擁立した、ルンド大司教、エスキルも、スコーネとボーンホルム島にある土地の保有を条件に、寝返り、クヌーズ五世は孤立していった。両者は、ベンド十字軍で共に参戦したが、 十字軍が解散すると再度対立していった。1150年頃にバルデマーをシュレースビヒ行に封じ、クヌーズ5世を助けていたホルシュタインハクアドルフ2世と戦った。1150年にクヌーズ5世を追放したが、翌1151年に復帰スベン3世はローマ王コンラート3世の支援を求め、1152年にコンラート3世の後を継いだ。 フリードリヒ一世に忠誠を誓い、王号を認められた。しかし、1154年に、クヌーズゴセイと彼に寝返った、バルデマーの反撃に遭い、ドイツへ亡命3年を過ごした。1157年に、ザクセン公権ケンバイエルン公、ハインリヒシシコの援助で、デンマークへ帰国、クヌーズゴセイ及び、バルデマーとは僕、デンマークを、 共同統治することに決めて、スベン三世は、スコーネを統治することに合意した。8月9日、ロスキレで宿園を開き、そこで、クヌーズ五世を殺したが、バルデマーと側近のアブサロンは、ユトランド半島へ逃亡、軍勢を率いて、反撃。10月23日に、グラウテヘーゼの戦いで敗れて逃亡しようとしたが、泥に、馬の足を取られて、落馬、農民たちに殺された。 デンマークは、バルデマー一世の単独統治となり、内乱は終結した。1152年、マイセン編境伯コンラート一世の娘アーデラと、結婚、二人の子を設けた。ありがとうございます。